このあの、今日の動画は、あの、レスキューバックドラフトがパワーアップします。まあ、これあの、9月発売なんですがね、ちょっとあの、遅れましたけど、今回は、ね、これの、レビューをしてきまーす。動画を見ている皆さん、こんにちは、バタです。今日、紹介する、おもちゃは、これだ！あの、タカノトミーのトミカハイパーレスキュー、ドライブヘッドの、あの、ブレイブバックドラフトのレビューをしてきます。まあ、あの、これ今年の9月に、発売したやつなんですけども、ね、ちなみにあの、ホワイトクリスタルホープも、もう出たんですけどもね、ちょっと遅れたもんでね、まあ、ちょっとさ、早速レビューしていきたいと思いまーす。イェーイ。さあ、これが、あの、ドライブヘッドの Z2 Mark II ブレイブバックドラフトですね。うん。これなんですが、ね、この前、あの、レビューした、あの、サイクロンインターセプターは、ね、ソニックインターセプターが、大破したもんでね、まあ、急いでソニックインターセプターを、急いで改造しました。あの、サイクロンインターセプターにね、うん。それが、ブレイブバックドラフトなんですが、ブレイブバックドラフトの場合は、そのまま、改造をしました。もんでね。ちなみに、今後レビューする、ホワイトクリスタルホープも、同じです。まあ、2機一緒にね。うん、まあ、これらさ、ブレイブバックドラフトなんですが、ホワイトクリスタルホープが第22話で登場してさ、ブレイブバックドラフトが、23話で、登場しました。まあね、なんかさ、ドライブヘッド02の癖してさ、ブレイブバックドラフトが遅れて登場なんてな、なんでだろうと思います。まあ、ホワイトクリスタルホープが先に出ちゃったけども。まあ、なぜかというと、ちょっとこの武器数とかさ、いろんなもんでね、手間かかったんだなぁと思いますもんね、うん。まあ、確かに、ファイヤートラックも、遅れて、って登場したもんでね、うん。まあ、要素が多かったんかな、02には。ね、うん。なぜだろうね。ちょっと箱の周り見ていきましょう。まあ、前回レビューした、サイクロンインターセプターと同じ、縦長の箱になっています。まあ、こんな感じなんですけどもね。横は、武器。でね、新型アイテムのレスキューブースターハンマーがあって、それでレスキューグッシャーがあります。まあ、ほとんどもう新型アイテムになっているもんでね。あ、レスキューグッシャー、切断用ツールが入って切断することができるんか。ね、うん。ちなみに、これはトミカドライブヘッドシリーズの設定上のものなんです。まあ、これは、まあ、フィクションのことなんですね。うん、
ウェア、こんな風。まあ、バックドラフトの写真が載っていますね。うん、もう片方の、のところは、ブレイブバイパーと、ブレイブバックドラフトのカーホームで、下が、ブレイブバックドラフトのウォーカービークルボードがあります。ね、うん、下は、あ、ブレイブバックドラフトの写真があります。まあ上と同じ。後ろはね、ね、まあブレイブバックドラフトが出てきて、ね、ドライブヘッドの、説明も書いてあって、真ん中に、あの、ブレイブバックドラフトがあります。まあ、それはわかりますね。まあ、下にさ、あの、サポートビークルの、ことも書いてあってね。あー、でもまだサポートビークルのレビュー、まだ全然してないな。でも持っとるけども。まあ、下は、あの、警告と注意が書いてあります。まあ、これ、あの、トミーって書いていますけども、もともと、あの、トミカ、トミーから来たものなもんでね。まあ、あの、これはトミーのものになっています。まあ、そうだよな。確かに、タカラトミーが合併しないときは、トミーから来たもんな。まあね、でも、タカラとトミーが合併してなかったら、ね、あの、これ、トミカハイパーシリーズもなくって、ね、こういうロボットがなかったんだなと思いますね。うん。まあね。早速開封はしたんですが、実はというと、もうあの、組み立ててあります。あの、さっきの冒頭の時に、ねえ、これがあの、出ましたけども、ちょっとあの、ねえ、動画の撮影時間をちょっと短縮したいのも あるもんでね、ちょっとね、省い、ねえ、開封のところは省いたけども、もう、ちょっとね、横の画面に、ね、あの、ね、写真を、載せていきますもんでね。それも、あの、どんな風に入っとったかを、ぜひ見てください。まあ、ちょっと申し訳ないけども。ね。そんじゃあ、あの、ね、早速レビューをしましょう。そんじゃあ、ちょっとあの、カーホームにしました。ね。あの、一応ね、おっと。一応、あの、これがカーホームになっていて、まあ、ここは上にハンマーと、ね、グッシャーも、置いてあってね、まあ、あの、こんな風に、一応なっています。まあ、カーホームも一応かっこいいなと思いますけどもね、うん。じゃあ、これを外すと、ね、これ、ブレイブバイパーになっていて、ちょっとあの、今回は、あの、赤が、入っておって、全く、ここのガラスのところ、以外は、あの、ね、黒は、ほとんどありません。まあ、ここの隙間もそうだし、ここの隙間も、ここもあの、もう含めずにね、うん、まあ、前回のレスキューバックドラフトと、比べてみよう。まあ、ここが、黒だったもんな。あの、レスキューの時。ちょっと、ブレイブバックドラフトのブレイブバイパーは、ちょっとかっこいいイメージになったんかなと思います。まあ、本当だね、うん。お、ちなみにここ白になっていてね、うん、まあここが白だった、ここがここのところが白でさ、ちょっとブレイブの時はもう白を少し多めになったんですね、うん、お、これはかっこいい。
まあ、レス系の時が、まあ、こんな普通の、パトカーみたいなものだったけども、今回の、今回は、これが、ね、ちょっとスマートな、車に、になったんだな、と思います。まあ、いいね、これ。ちなみに、ちょっとこれが、トミカハイパーシリーズの時の、レスキューバックドラフト、です。まあ、これは全く、ね、赤が多めでしたね、これ。うん。まあ、ここがさ、エンジンがついてあったからさ、まあね、ちょっと、前のところにファイヤーマークが、いや、ファイヤー、炎の絵が書いてありました。まあ、これもさ、すごくかっこいいけども、ね、これは形がスマートな車になったもんでね、ちょっとかっこよさが、これもかっこいいなと思います。まあ、こっちもかっこいいですね。まあね、これがバックドラフトの、歴代バックドラフトの、ミニカー、トミカーになります。まあ、そうだけどもね。そんじゃあ、レスキューバックドラフトと、ブレイブバックドラフトの、大きさ比較。いや、間違いは大きさじゃないわ。比較してきます。まあ、ちょっと、ね、レスキューバックドラフトには、白が、ここの線だけ、だったんですけども、今回のブレイブバックドラフトが、白が、ちょっと多めに入っていました。まあ、ちょっと白、半々になったもんでね、うん。まあ、これもいいな、と思いますね。そして、負けなんですが、ね、おまけで、これ、トミカハイパーシリーズの、レスケーバックドラフトも出してみました。まあ、これもそうだけども、ファイヤーマークがついています。ハイパーシリーズのバックドラフトには。まあね、ハイパーシリーズのバックドラフトマークは、やっぱファイヤーの、絵だろう、と思いますね。まあ、これもいいなと思いますけどもね。まあ、ドライブヘッドで、さ、追加武装があったもんで、ちょっとボリューム感が、入って、ね、ここが、ね、うん。そして、ブレイブバックドラフトが、少し、なんかさ、ボリューム感が、減ったかなと思います。まあ、ちょっと、さ、ブースターハンマーと、グッシャーが、少し棒みたいなものになっているから、ちょっとこんな風になったんだなと思います。まあちょっとね、ボリューミーが少し減ったなと思います。まあ形はね、かっこよくなったけども。ね。じゃあ次にレスケーバックドラフトのカーホームの遊び方は、こんな風です。まずこれのさ、バックドラフトの武器を外して、ね、ここに取り付けてさ、こんな風に曲げて遊ぶことができます。ね、グッシャーを開くことも、できてさ、開けば両方動くか、
こんな風に動いてね、うん。ねえ、まあ、あと、ブースターハンマーも、同じことができます。こんな風に、パゴン、パゴンってね、うん。あと、ここにもつけれたり、ここにもつけることができます。まあ、これいいなぁ、と思いますけど、ねえ、うん。まあ、こんな遊び方も、できます。お待たせしました。いよいよ、ね、ブレイブバックドラフトを、ね、カーホームから、ウォーカービークルホームに、変形させていきます。まず、ブレイブバックドラフト、ゴーレスキューちょっと、変形に関してなんですが、今までの、ねえ、トミカハイパーシリーズの、ハイパーシリーズの、ネクストステージの出たやつや、または、ドライブヘッドの、おもちゃと同様の変形をします。ちょっとここのところだけは通るけども、あとは、他の、やつと同じだもんでね、まあ、変形するところは、ちょっとカットしていきたいと思います。まあ、まずは、これを取ってね、うん。次なんですが、は、全くこのシリーズの、ロボットと同じ変形するもんでね。まあ、ここだけは、カーホームからウォーカービークルの変形は、ちょっと省きます。さあ、ここの変形は、省いたけども、次に、これを背中につけるところですが、ちょっと変えなきゃいけません。まず、ね、ハンマーなんですが、ね、こういう風につけて、付け替えてね、次に、グッシャーは、こんな風につけておきます。まあ、マウントするときはね、持たせないときは、ここにつけておくけども、もう、後ろにつければ、ね、やっぱり、完成！ブレイブバックドラフトの、ウォーカービークルホームです。イエーイ！まあ、ちょっと形も、かっこよくなりました。まあ、今までと比べてね、うん。後ろはこんな風になっていて、まあ、ここはブースター代わりにもなりますしさ、まあ、これいいなぁと思いますね。うわぁ、これいいなぁ。最近のトミカハイパーシリーズは、まあ、トランスフォーマーの変形システムが、入っとるもんでね。まあ、これも、トランスフォーマー好きな人にも、まあ、おすすめしてほしいな、と思います。まあ、これもいいな。次に、武器の持たせ方は、まずこれをさ、ダッシャーやって、グッシャーと、あと、ブースターハンマーを、外して、ね、こんな風に持たせることができます。まあ、まるで二刀流みたいなもんだけども、ね、
あの、グッシャーを開いて、で、直近をして、ハンマーでね、ね、パゴン、パゴン、パゴンって、叩くことが、あの、できないけどもね、まあ、こんなに再現ができますね。うん。まあ、これもいいな。だけども、首は、あの、変形のことがあって、ね、あの、左右と下にも、上にも、あの、動かすことはできません。まあ、下はこんな風に、うんうんって、で動かすことができますけどもね。まあ、これも、ね、立派にいいなと思います。ね、うん。ちょっとあのね、ね、あの、レスケーバックドラフトと比較していきましょう。まあ、まず、あの、ここの、あの、ももののところが、あの、レスキューの時は、グレーだったけども、今回あの、ブレイブは、ここの部分が、あの、赤と黒が入りました。ちなみに、あの、下の足が、ね、ここが白だったのが、要はあの、白満載になりました。まあ、ね、あの、カーホームの時は、ちょっと赤、足の部分が赤だったけども、ね、後ろを見るとは、あの、まあ、グレーだけども、ね、こんな風に見ると、あの、カーホームみたいに、あの、赤いっぱいだったけども、あの、カーホームの時は、ここはね、白が多めになりました。ね。まあ、ちょっとあの、白の部品が、ちょっと多くなったと思います。ね。まあ、足のところが、ね、ブレイブワークドラフトが、こんな風になってさ、レスキューの時が、ここにあの、機械みたいなものが、あの、入っておったもんでね、まあ、メカニックだな、と思います。うん、ちなみによく頭を見ると、レスキューバックドラフトの時は、クロームシルバーでね、今回あの、ブレイブバックドラフトは、あの、この前レビューしたサイクロンインターセプターと同様、あの、金、ゴールドメッキの塗装が入っています。ちなみに、ここも、もう、ありますけどもね、あの、ブレイブバックドラフトにも、ちょっと、まあ、サイクロンインターセプターにはここも金があって、ここも、あの、ゴールドメッキになっています。まあ、ブレイブバックドラフトも、少し派手になったな、と思いますね。うん。そうだな。ちなみにあの、ね、ブレイブバックドラフトも、この腕と足を発せることができます。まあ、ネクストステージ、トミカハイパーシリーズネクストステージのウォーカービークルや、ドライブヘッドのウォーカービークルと同様を、ここが外せることができ、あと、なんと、の、サイクロンインターセプターと同様なんですが、ちょっと外して、ここのフロントのバンパーのところも、外すことができます。まあね、今後の、サイクロンインターセプターと同様でね、まあ、ブリッツウィングとかの、やつの、あれと入れ替えることができます。まあ、確かに。まあ、付けましょうね。ガキーンとね。うん、
まあ、つけた、クイックで、ね、手が上げられることができます。まあ、これもいい音するけどもね。まあ、いいね、これ、ね、うん。というわけで、ね、ブレイブバックドラフトのレビューはいかがだったでしょうか。まあ、そうだな。まあ、さっき言ったんですが、ね、ドライブヘッドでね、まあ、ブレイブバックドラフトは、まあ、ね、後で登場しました。まあ、そうだな。まあ、確かに02の、なのにさ、ちょっと遅れて登場するって、どういうことだろうな、と思うけども、まあ、なんかの、機能とかさ、武器のことでね、遅れたんかな、と思うんですけどもね、うん。ちなみに、ね、ホワイトクリスタルホープには、サイバーアイニットが、があるんですけども、まあ、今後、ホワイトクリスタルホープもやります。まあね。まあやっとホワイトホープも、レスキューバックドラフトも、マーク通過になりました。ね、これはいいね。まあサイクロンインターセプターは、大破されて、それで、すぐに、なったん、すぐにサイクロンインターセプターになったんですが、まあレスキューバックドラフトとホワイトホープは、そのまま、まあ、なりました。まあ、これはいいな、と思います。もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、ヤグラタイガー、かっこいいな、とか、がね、まあ、ブレイブバックドラフトはちょっと熱いな、でもいいので、ぜひ、コメントに書いてください。ああ、そうだな。今後なんですが、ホワイトクリスタルホープも、あってさ、なんとトランスポーターガイアも、一応あります。まあ、向こうのさ、いや、向こうの部屋にあるもんでね、トランスポーターガイア。でね、うん。それも、やっていきます。もんでね、うん。あとね、トミカハイパーシリーズの、に持っている方は、あれも、持っています。ハイパープルーポリスのやつで、ね、うん。それも、レビューしていきたいと思います。まあ、確かにな。でも、今後ドライブヘッドなんですが、ね、確か4月ぐらい、いや、3月までで、放送する予定ですが、ね、まあ、全くわかりません。うん。シンカリオンのアニメが放送してさ、まあ、やるか、1年やるか、まあ、どうかはわからん。まあ、ドライブヘッド好きだもんでね、1年やってほしい。ほんと、僕の正直なことなんですがね。まあ、正直な気持ちなんですが。というわけで、ね、トミカハイパーレスキュードライブヘッドの、ね、ブレイブバックドラフトのレビューを終わります。それじゃあ、次の動画でお会いしましょう。バナでした。バイバーイ。またねー。